世界的な BEV シフトが進む中、ボルボが内燃機関を搭載した XC40 をベースに電気自動車化した XC40 リチャージをエニカのカーシェアリングとして使うことができるようになったので、いつもの倉掛峠を走ってみたよ。ボルボの XC40 リチャージツインを、エニカで借りてみました。で、これからいつもの、山坂道の方に走っていきたいと思いますが、基本エニカの場合、電池の残量が 50% を切るようだと、充電しなさいっていう風になってたんですが、前の利用者がバカタレが30 、充電しなかったため、32% しか今ありませんので、途中大山田のパーキングエリア、確かあそこ50キロワットしかなかったと思いますが、あそこでとりあえずある程度、充電してから行こうと思います。で、これから、名高速の、白川の出入り口から入っていこうと思います。メーターは、見ての通り、地図が常時表記される、タイプになってますね。非常に、これ見やすいと思います。では行ってみましょう。見た感じ、モード切り替えスイッチ等はないようですので、そのままちょっととりあえず加速を確認してみます。では 3,2,1,5。 おお、結構来た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 。お、やっぱツインモーターモデル結構加速はいいですね。予約した時はシングルモーターモデルかなと思っていましたが、来たら、ツインモーター仕様だったという。まあちょっと意外でしたが、結構いいですね。ツインモーターはやはり電気の力がリニアに行きますし、あとこの XC40 リチャージは、EV 専用プラットフォームではありません。普通の XC40 と、シャーシは、シャーシ関係、プラットフォームは共有ということですが、最初から EV 化を、想定しているため、2023年モデルは、今乗っている、ツインモーター仕様とシングルモーター仕様が、フロント駆動の FWD になってたはずなんですが、2024年モデルからそれが、FWD ではなくて、RWD になったというちょっと得意な車でもあります。まあそうやって駆動方式がいろいろ
変えられるっていうのも、内燃機関車ではありえないことですが、まあこういうのも、電気自動車の面白いところですね。とりあえず、ADAS なんかやってみましょうか。あ、簡単に入りましたね。意外と簡単に入りました。では峠に行きましょう。いつもの倉掛峠です。この間は、確か、アット3だったと思います。で、AWD モデルだと、それの前の、モデル3かな以来にの AWD モデルでの、峠攻めになります。走行モード切り替えあるのかどうかはよく分かりません。ちょっとよう見つけられませんでしたので、とにかくこれで行こうかと思います。バッテリーを、そこに、敷き詰めているがゆえの、低重心というのがありますので、こういう SUV スタイルでも、全然 OK ですね。前にちょっと遅い系がいますね。受けていただきました。ありがとうございます。3連休の中日ということで、の日曜日、天気、まあ晴天というわけにいきませんが、そこそこ晴れていますので、結構、ライダーの皆さんが、多く走りに来ているようですね。
って何やってんだろう。なんかご夫妻、なんか壊しますね。アットスイできた時にはまだやってなかったと思いますので、その後工事発注されたんでしょうね。うん、まあ晴天とはいかんでもかなりいいドライブ日和になりました。で、走りの方ですが、うん、やはり、EV ならではの、低重心と、リニアな加速というやつは、これでも十分、体験できます。9月半ばということで、結構、登山者の方も多いようですので気をつけていきましょう。スイッチがないと、キーを持ってたらそのまま起動するということはまあ基本的にいいんですけど、おかげで、ライトの、点灯チェックなんか、一人だとできませんね。これは誰か助手がいないと。お、なんか路肩が崩れたのかな。これはでちょっと、崩れたのかもしれないですね。広すぎて、朝から入った、登山者の方が多いできているようですね。気をつけましょう。で、倉垣トンネルです。やはり、アンビエントライトはないようですね。ちょっと寂しいですね。まあ、助手席なんかは足元は、照らされているようですが、ここはちょっとはあるようです。なしというわけではないですね。ここはアンビエントライトになっとるんだ。おー、
まあベンツとか BMW みたいなド派手なやつはないようですね。ただ今回、新型に、なった、モデル3でもつけてきましたので、やはり、あった方がある程度高級車セグメントですので、ボルボも、喜ばれるのではないかというふうな気がしますね。滋賀県側に入ってきましたが、結構スリップ痕がありますね。結構走り屋さんが来てますな。これはワット3の時はまだあった、やってた防災工事はもう終わったのかな。もう9月も半ばだし、まだやっとるのかな。まだ片側規制やってますね。あ、なんとか一発で今回は行きます。初めてですな、ここの倉掛峠シリーズで信号、片側交互通行の信号に引っかからずに来れたのは。この倉掛峠で行けば、冬季は通行止めになります、雪で通行止めになりますし、まあ、こうやって結構災害の多い、道ですので、年間通してっていう橋に行く、来るっていうわけにはいきませんが、何度通ってもいい道ですね。あと、2月ぐらいすると紅葉も綺麗なんでしょうけど、今年はどうなんですかね。9月半ばになっても猛暑日が入るというちょっと異常な暑さが続いてますので、紅葉も遅れるんですかね今年は。車のワンペダルドライブ、走行モード切り替えが、とかが、ありませんので、セレクターで、減衰力を変えるっていうのをちょっとできませんので、ちょっと、最初は、慣れるのにちょっと苦労しましたが、まあ、慣れてしまうと普通に走り全然 OK ですね。できるんなら回生力が切り替えられるタイプの方がいいような気がします。今も、ブレーキはかけてません。名神高 SA にある90キロワット級の急速充電器で充電しましたが、時間経過で最後は
かなり充電量が落ちていたよ。まとめ。名古屋に戻ってきました。かれこれ、10時ちょい前帰ってですので、5時間ちょいですね。5時間半ぐらい、この X40 リチャージを、運転を してきたわけです。まあ高速道路とか一般道路とか、あとはいつもの倉垣峠なんかも行ったわけですけど、まあ全体的にまあ EV としてはすごく乗りやすくていい車だと思いましたし、ツインモーターモデルということで、アクセルレスポンスなんかもすごくいい感じはしました。まあ、ちょっと、まあ、残念ポイントっていうのは、まずそもそも内燃機関車とプラットフォームを共有しとるということで、まあ、リアの方に、まあ、でっかいトンネルハウスが残っとるというのがまず一つ。あと EV としては、充電性能が、アイオニック5なんかと比べてちょっと落ちるのかなと。これはタガ SA の 90kW 級での充電した時に、最後、まあ、時間が経つにつれてだいぶ、充電量が落ちてきたと。その点アイオニック5は、最後までほぼ、80kW 近くまで、出ておりますので、その辺は優秀なのかなというふうに差が、感じたところです。あと ADAS 関係ですけど、2点ほど、ハンドル支援、ですが、まあレベル2じゃなくてレベル1相当ですので、まあ手放しは本当はダメなんですが、まあちょっと手を離すと警告が、結構早めに出ると。アイサイトなんかと比べると非常にちょっと早めに出ています。あとブレーキ、速度の、一定速度で走っとる、まあ前の車に合わせて巡航しとるわけですけど、まあブレーキをかけたかどうなのかという表示が、出てこないと。その点、アイサイトとかそちらの方が、ちゃんとブレーキをかけてるんだった、自動ブレーキをかけるんだったらかけてるよというのが表示で出ますので、その辺が、ちょっと残念なポイントかなと思います。まあこの X40D チャージ、2024年モデルは、リア駆動モデルになっておりますので、その辺がちょっとどう変わったのかというのが気になりますし、最新の、EX30 ですね、出たばっかり、日本にも投入が開始されようとしてますが、それが、まあ、どんな感じなのかというのはちょっと楽しみなところです。まあ特に EX30 は電気自動車専用プラットフォームですので、少なくとも、鉱石のでっかいトンネルハウスなんかはありませんので、その辺の、最適、電気自動車としての最適化が咲いているのかなというふうに思いますので、市場とか直に見る機会があったら、また、動画にはしていきたいなと思います。機会あるかな、まあ、その辺はちょっとまだ分かりませんが、撮っていきたいなというふうに思っています。それでは。